新大久保駅乗客転落事故は2001年1月26日の19時14分頃に東日本旅客鉄道山手線新大久保駅で発生した鉄道人身障害事故である転落事故の犠牲者を追悼検証するプレート山手線新大久保駅で泥水した男性がプラットホームから線路に転落したその男性を救助しようとして線路に飛び降りた 日本人カメラマンと韓国人留学生が檻から侵入してきた列車に跳ねられ、3人とも死亡した。人命救助のために自らの命を投げ出したこの件は、美談として日韓両国で大きく報道されるとともに、事故の犠牲者を追悼、検証するプレートが新大久保駅のホームと改札の間の階段に設置された。このプレートには日本語と 韓国語で事故の経緯等が記されている。その後、救出を試みた二人の遺族には、当時の森吉郎内閣総理大臣より書状が送られ、警察庁からは、警察協力賞が授与された。しかし、カメラマンと暮らしていた母親は、国や市からの表彰について、近所の知人に対して、本当は、そっとしておいてほしい、美談であっても息子が死んだことには、変わりがないと嘆き、 事故から数年後に孤独死した。事故の翌年、天皇は死亡した。韓国人留学生の両親を招待して慰労した。留学生の父親は後に、奨学金財団を設立し、アジア出身の学生を援助した。2015年には、日本政府から、朝日総交渉が送られた。父親が2019年に死去した際、当時の河野太郎外務大臣は徴与を表し、 親子の意思を受け継ぐよう努力すると述べた。また、同年10月22日には新大久保を訪問した韓国のリラクフチ首相が追悼プレートにて喧嘩を行っている。最初に転落した男性が駅構内の売店で購入した酒を飲んでいたことが判明し、JR 東日本は通勤圏の一部駅構内での種類の販売を一時取りやめた。 列車非常停止ボタンの設置例この事故を受けて国土交通省は列車の速度が速くかつ本数の多い駅について駅ホーム上に列車非常停止ボタンを設置または転落検知マットを整備するプラットホーム床下,下に対比スペースを確保する2点の対策を取るよう全国の鉄道事業者に指導したその結果二千六年度末まで列車非常停止ボタンが 全国の約1700駅に設置された。新大久保駅では事故のあった年に転落者が逃げ込める、要ホーム下に避難スペースを設ける工事が行われた。さらに2013年には当駅にホームドアが設置された。ありがとうございます。